ABC はもう復活しないのでしょうでしょうか。アシッドブラックチェリーでね。うちの所属じゃない、アシッドブラックチェリーって。彼いいよね。ビジュアル系がすごく流行った時に一番最後に出てきたんですよ、彼ら。ブームの時ね、ビジュアル系ブームの時に一番最後から来たけど、今でも残ってて、やっぱり、ね、しつこくやるのがアイベックスなんで、しつこくね、ガルネックもしつこくやりたかったけどさ、有名な選手で、まあ、ガサーッと持って帰っちゃったが、しょうがないですね。